今日はですね、デトネーターのゲーミングハウスに遊びに来ました。今日はケイさんが案内をしてくれるそうなので、早速入ってみたいと思います。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。はい、あ、お邪魔します。はい、よろしくお願いします。すごい広い。左は自分のお部屋です。お、ケイさんのお部屋です。はい、失礼します。ここでは各選手たちと のリーグ期間の中でなんか相談もしたり、悩みがあったらここで話をします。へえ。自分はストリーミングするので、はい、ストリーマーの装備が準備されています。うーん、すごい、マイクが2本ちゃんと。はい、ここはマイクマンズの2人の場所です。こんにちは。はい、こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。はい。すごい。アランとムーン。はい。お願いします。すごい作業台になってるんですね。このムーンが今選手たちのご飯を作ったり、電気デバイスを全部作るものを、これ管理しています。これとかなんか今いじってるやつ。まあ今やってるものなんですよ。すごい。こんなのいじれるんだ。おお、ほほほ。料理も、はい、彼が作って準備します。で、アランは会社のお金の管理と選手のケアをします。おお。こんな担当作業台が。はい、皆さんあるんですね。はい、実はここは2段ベッドを今準備している途中だったんですが、はい、まだ来てないので、うん、はい、少しなんですが、まあ、先週の僕で今寝ています。すごい川の字になって寝るんです。なんか可愛い、はい、可愛いぬいぐるみがいっぱいある。ファンのいろんな皆さんがプレゼントで、はい、あ、すごい。で、実際朝部屋に入ってみればみんなこうやって寝ています。かわいい。抱き枕があるとね、安眠できるタイプの。すごい、なんか枕、ここの2人とかで寝てるんですか。はい、なんか5人で寝ますよ、ね、これ。あ、はい、で、練習ルームです。こんにちは、アニョハセヨ。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 不安になる。ここからはちょっと気になる質問をいくつかケイさんに聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1日の大体のこうスケジュールというか、はい、まあ、これシーズン中とシーズンオフの時、はい、それぞれちょっと聞いてみたいんですけど、大体例えば何時に起床、何時にご飯、何時にスクリームとかいうものがあれば教えてください。簡単なタイムテーブルです、ね。はい、まず朝というか昼12時からみんな起きて、はい、13時になったら昼ご飯を食べます。で、食べて、はいはい、14時からスクリームに入ります。で、最初のスクリームに入って、そのスクリームが17時くらいに終了します。で、17時から18時まで1時間休憩して、18時から19時まで食事タイムがあります。で、食事を食べて19時からまた22時までスクリーンがあります。夕方スクリーンが終わったら、はい、22時から23時まで1時間ぐらい選手とコーチがフィードバック、その日の試合内容をちょっと分析したりして、23時からまた夜のスクリームに入ります。で、そのスクリームが1時半ぐらいに終了します。うわー、大変。で、1時半から2時30分ぐらいまでは、なんかデリバリーした食べ物をもう一回ちょっと食べて、はい、体力がちょっと疲れるん でそれを食べた後で04時までは個人練習になります。実際寝るなら、05時くらいに寝ます、はい、みんな。あ、12時起床が遅いと思ったらもう寝るのが遅いから、はい、結局寝てる時間で睡眠時間は7、8時間くらいです、ね。
わー、すごい。じゃあ健康的な生活リズムですね。でそのため の, いろんな薬、ビタミンとか、うんうんうん、食べ物に食材を結構高級なものを今買って作るので、はい、選手らの体力が大丈夫よ、うん、前島たちがしっかりケアしています。はい、シーズンオフになった時、はい、スケジュールってどうなるんですか？ね、シーズンオフはまず選手たちが休憩ができるように、はい、休日期間をまず1ヶ月ぐらい準備をします。でも来年からはまた新しい計画があるんで、うん、多分今やってるフェイズ1,2,3 の、はい、韓国のリーグ の,、うん、公式リーグ期間以外にはまたオフライントーナメントとか、うん、カップの大会がもうそうそう準備してるので、多分今後からのオフシーズンはまたちょっと忙しくなるんじゃないかと。ああ、なるほど。じゃああんまりこう、はい、がっつり休んでる暇もないかなっていう感じ。まあそれでもまず休日期間になったらみんな各選手らは実家に戻ったり、なんか遊びにしたり外に出ます。うん、あ、そうなんですね。はい、でオフになったらまあゲーミングハウスにずっといなくても、はい、とある程度数日家開けるよとかいうのも OK になるっていう。はい、でもしっかり報告はしなくてダメです。あ、はい、なるほど。そのシステムは作っています。今どこに行くよとか、この間、はい、日本にいらしてたじゃないですか。はい、でとかもちょっと日本にじゃあ数日間行くよっていうのを一度共有して、はい、感じなんですかね。はい、自分たちがまず最初のコントロールタワーになって、最後は日本の HQ の、エジーさん、はい、自分たちの CEO さんに報告するようになっています。なるほど、ありがとうございます。必ず個人たちのアイディアをしっかり出るようにシステムを準備しています。あ、なるほど。まあ、選手からこういうのやってみようよみたいなのが出たら、それもまたコーチが、はい、それもちょっと考えてみるよみたいな感じになるんですかね。はい、好きな話があるんですが、Google という会社は会議時間の時に自分のアイディアを出せなくちゃクビになる話があります。へ、はい、そうなんですね。それを聞いて自分たちもちょっとそういう流れで、必ず自分のアイディアは1回以上は出すように、うん、自分たちのチームは今まで喧嘩したことが1回もないです。すごい。で、それができるシステムは、はい、まず各選手が選手に直接にフィードバックをしないようにして、何か伝えたいものがあったら1回感情を落として、コーチとか監督に伝えて、それをコーチがもう一回その内容をちゃんと見て、他の B という選手にあの内容を伝えて、結局最後は3人で一緒にその何かトラブルとかそういう話を一緒に相談するシステムが準備できているので、でお互いに戦ったことが、喧嘩したことがない。続いてこの方にお越しいただきました。まずは名前と簡単な自己紹介をお願いします。はい、안녕하세요。カトネットコリアへ김은선군이라고합니다。반갑습니다。はい、多分そういろいろな選手のマネージメントだったり料理のこととかもいろいろやってると思うんですけれども、普段、みんなの料理たくさん作るの大変だと思うんですけれども、料理自体はすごく조금힘든점같은경우는이제선수들개개인마다매운걸좋아하는선수도있고달달한걸좋아하는선수도있고해서그런거에서조금그래도그중에서도가장좀밸런스잡힌맛을찾는게살짝어렵긴하고요。그리고요리같은경우에는원래취미로도많이좋아하기도했고，이제친구뭐식당오픈할때나이런데잠깐씩도와준적도있어요。料理するときって一回ドーンって大皿に同じものを出すんじゃなくて、選手によってこう変えたりを実際にしてるっていうことなんですかね。가능한한은전부다좋아할맛으로맞춰주고요。선수개개인따라서저희가조금만더맵게해주세요라든지，아니면저오늘좀기분이안좋아서좀더달게먹고싶어요이런다든지，그런때는그런걸다맞춰주고있습니다。例えば試合で今日勝った日とか、スクリームでもいいんですけど、
こう選手が今日頑張ったからじゃあご褒美料理とか、逆に試合前にこうちょっとやる気が出るとか、験担ぎみたいに、例えば日本だったら丼カツに合わせてカツ丼とかあると思うんですけど、そういうものをこうその時と場合に合わせて作ったりとかっていうのもしてるんですか？セシンジ、보통대회전날같은경우에는좀자극적이지않은음식으로속이탈나거나그러지않도록이제전날저녁그리고다음날아침까지준비를하고요그리고이제돌아오면은선수들이보통먹고싶은것들을위주로해주고있어요근데저희선수들이워낙삼겹살을좋아하다보니까대부분이제언제나끝나고오면은이제삼겹살파티를많이하는편입니다日々のモチベーションアップとか頑張る原動力みたいなものって何があるんですか？정말많아요애들이이제뭐저하고잘지내주는것들도있고맛있게먹어주는것들도있고하면서이제대회끝나고라든지뭐라고든지하면서문쌤오늘뭐이렇게해서잘됐는데우리같이나가서먹던데같이나가서먹어요뭐같이게임해요뭐이런식으로저한테도많이좋은영향을주고있는사람들이많아서엄마시군요ありがとうございました。ありがとうございます。続いてこちらの方にお越しいただきました。まずはお名前と簡単な自己紹介をお願いします。이름과자격증저는스토레이터꼭지부르면서헤드코치를맡고있는루사라고합니다。はい、ありがとうございます。コーチっていう立場が今やっていく上で意識していることとかあれば教えてください。はい、되게어려운질문인데일단은선수보다는어떻게든위에있으려고노력을해야되는것같아요그러니까실력적인부분이라든지이런거는솔직히말하면프로리그가진행될수록당연히선수가게임을잘하는건맞기때문에어떤하지만게임을잘하는것과보는거의관점은당연히틀린거라서어떻게든이제선수들의장악을잘해야될것같아요ムーブだったりとか、強いポジションだったり、その動き方、その時その時強いネタみたいなのって多分どんどん変わっていくと思うんですけど、その時今一番強いなって思う戦略を考えるにあたって、こう努力してることっていうか、こういう部分をすごくよく見るようにしてるとか、どうやって考えてるみたいなのをあれば教えてください。솔직히해외리그에서참고를되게많이하는편이에요 PL 이라든지 NPL 이라든지그런데보면은되게자국리그에서안쓰는그러니까 PKL 에서안쓰는굉장히자리를많이쓰거든요해외팀들그런걸이제토대로공을좀사용을하고되게웃저버려그냥끼고사는것같아요대회영상이나그냥항상심심할때마다보고 PCL 도찾아보고중국리그도찾아보고ありがとうございました。はい、ありがとうございます。というわけで今日はゲーミングハウスの紹介からいろいろなインタビューまでたくさん答えていただきました。今日は本当に一日ありがとうございました。最後に、こういうゲーミングハウスだったり、はい、こういう環境だったり選手のモチベーションだったりプロフェッショナルな意識だったり本当に多分学ぶことが日本としてたくさん多いなって今日思ったんですけれども、はい今こうやって一歩先を行ってるなって私思ったんですけどその立場からとして、はい、そして仲良くさせていただいてる同士として、はい、今後日本のファンだったり日本にいる知り合いの選手だったりに対して何かコメントをもらえたらなと思います。はい、まず日本のファンの皆さん毎日応援してくれて本当にありがとうございます。自分たちは本当に海の向こうから日本のいろんなファンの皆さんのことから応援をもらっているので今他のチームよりもっと立場がすごくいいと思います。皆さんのおかげで本当に幸せな選手生活をしていると思います。本当に今後の残っている2019年のいろんな試合も本当にデトネーターフォーリア頑張ってまたデトネーターの名前を海外に知らせるように頑張ります。そして
TJ スノーリーグであの試合に参加している選手の方々にもお互いに頑張って、あの 今シーズンとあの残っている PGC グローバルチャンピオンシップで会うことができるようにお互いに頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。